どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回はマイケルが久しぶりに登場します。マイケルさんが登場したのはもうだいぶ前になると思うんですけど、その間一体何をしていたのかっていうのを今回は紹介したいと思います。フランクリンさんにね、助けてもらって、今はめちゃくちゃ立派なね、豪邸も手に入れたところで、そしてなんと今のお仕事はこちらです。高級車だけを扱った魔改造屋さんの店を開業したみたいです。すげえ。ということでマイケル社長になったみたいで、そしてジミー君も働いてます、ここで。いやー、本当に立派になったな、マイケル、すごいぞ。もちろんこれはフランクリンさんのお金で建てたものなんですけどね。見てください、この立派な建物、さすがフランクリンさん。そしてこちらがね、オフィスになっております。すげえぞこれ、めちゃくちゃ立派だね。こんな感じで見てください、めちゃくちゃ綺麗。目の前は海が広がっております。素晴らしい、最高の眺めだ。ということでお客さんを待たせてるので、そちらに向かいたいと思います。お客さんが今回は3人も来てるみたいなので。おお、めちゃくちゃ繁盛しておりますね。まずはこちらの方から。なんかだいぶ困ってる感じなんじゃない？こんにちは、大丈夫ですか？前髪めちゃくちゃ青いね、なんじゃこりゃ。すげえ髪型です。どうやらこちらのお客さんは車の色を変えてほしいみたいです。そして魔改造もしてほしいとのことです。なるほど、そういうことなんですね。車の方は下にあるみたいで、じゃあちょっとね、一緒に行きましょうか。そしてこちらには改造するための工場があります。すげえ、ジミーがいますね。で、そしてこちら側から行くとエレベーターがあって降りることができます。地下駐車場になっております。おー、すげえ、めちゃくちゃ広い。ということでこちらの方の車はペガスリーパーですね。この車なんですけど、これちょっと色がね、気に入らないみたいです。任せてください。あとはね、ちょっとエンジンとかも魔改造してほしいとのことで。うわー、すげえ、めちゃくちゃ大量だ。もちろんこんだけあったらね、最高仕様のものができちゃいますよ。ということで儲かっちゃいましたよ、これで。では早速魔改造の方に取り掛からせていただきます。いきまーす、開けてくれー。あー、来ましたー。そしてこっからね、上に行くことがね、できまーす。そうすると先ほど見たジミーのところに到着します。おーし、ジミー、じゃあこの色どうしよう、イエローにしてみようかな。まあ一緒に考えていこうか。よし、もう少しバックするよ。到着。そしてジミーくんは、おお、マジか、黄色にしたんだね。そしてサスペンションを低くしてみました。そしてジミーくん次は、おお、スポイラー設置してるぞ。さあ、どれにするの？あ、これにするみたいだね。ということで完成だ。 ありがとうジミー。じゃあ出発します。すげー、めちゃくちゃ良くなりましたよ。やったー、これは喜んでくれるんじゃないでしょうか。いきまーす。おー、めちゃくちゃ喜んでくれてるぞ。すごい良くなりましたよ、車。エンジンも魔改造したし、ターボもつけたし。いや、もう見違えるようにね、別の車になっちゃったね。スポイラーもめちゃくちゃかっこいいしね。最高です。で、どれくらいスピードが上がってるんでしょうか。もう一番いいエンジンをつけて、そしてターボだからね、これは普通に200キロ出るはずです。いけまーす。やっば、加速やばい。すげえ、危なすぎるレベルだぞこれは。うわー、前の方で事故が発生したみたいです。わー、危ない、気をつけて気をつけて。うーお、怖ー。大丈夫でしたか？めちゃくちゃびっくりしてる。そしてこういう渋滞でもここら辺を通っていけば、見てください、すごいですね。めちゃくちゃ速くなってる。ということでお家はこの近くみたいだね。めちゃくちゃいいところに住んでるね。もう少しで到着だ。ちょっと200キロ出すところがなかったけど、ギリギリ200キロ超えないかもしれないけどね。まあでもね、めちゃくちゃ速くなってますよ。ということで到着。この車改造してくれてありがとう。これからも大切に乗っていくよ。ということでめちゃくちゃ喜んでくれました、よかった。2人目はこちらの方ですね。なんかだいぶ困っていますね。どうしたんですか？
どうやらこの方はホイールも気に入らないみたいで、そして全体的にさらにパワーアップしてほしいとのことです。色も変えてほしいとのことです。なるほど、そういうことですか。任せなさい。今までにないめちゃくちゃ面白い車両に仕上げてみます。ということで、乗ってるのはペガシオシリスの車ですね。めちゃくちゃかっこいいぞ。すげー高い車に乗っております。で、そして待ってくれ、嘘だろ、改造費用としてこのゴールドをくれるだって。マジか、すげーな。ということで、これめちゃくちゃ頑張って改造しないといけないね。すごい楽しい改造にできたらいいんですけど、やってみます。ジミー、これは大変な仕事だぞ。ということで、早速色の方はこちらだ、赤色になりました。すごー、これはいいね、目立つね。ということで、ホイールをどれにするかという結構悩ましいですね、いろいろあるからね。ということで、こちらのホイールになりました。そして、おお、スポイラーも設置したぞ。2つスポイラーあるんだけど、こっちにするみたいです。ギアバンパーの方もちょっとレース仕様にしてみますね。そしてマフラーも変えることができるので変えてみました。そしてスカートもつけることができるので赤色にしてみよう。ということで、ジェミーくんの改造が完了しました。めちゃくちゃ良くなってるみたいです。いくぜー。そしてなんとニートロまで設置しましたよ。これはすごい。めちゃくちゃ変わったんじゃない。電池ももちろん魔改造して、トランスミッションとかも変えてるし、すごい良くなってます。はーい、こんにちは。めちゃくちゃ喜んでくれてるぞ。よかった、見てください。そしてなんとニートロまでついてるんですよ。これはやばいでしょう。さあ、それではお家まで送りますね。乗ってください。こちらの車は明らかさっきの車より速いね。なので、しかもニトロまでついてるんで、確実に200キロは超える。さあ、ちょっとね、お家まで離れてるね。でも大丈夫、この車なら任せてください。一瞬で着きますから、行くぜー。やっば、加速やば、すごい速いわ、めっちゃ速い、怖いぐらいだね。速い速い速い、ブレーキブレーキ。ぶつけちゃったら大変だからね。そしてニートロー、すげー200キロ超えたー。ブレーキ性能もすごくいいからね、ちゃんとしっかり止まれます。めちゃくちゃ渋滞してるね。どんだけ渋滞してるんだこれは。でも任せて、この車はなんと逆走もできちゃうんですよ。おお、すげえすげえすげえ。歩道の方が広くないこれ。おお、すごい、めちゃくちゃ速いね。なんとこっちまで来ちゃったよ。あと少しでお家だね。ではちょっとニトロも使っていきたいんだけど、そろそろいいかな、ここら辺からニトロパワー出していきまーす。おお、速っ、すげえ、最高だ。で、さらにニトロー加速、180キロも出してたぞ。めっちゃ速いわ。お、こっから空いてるぞ、いけすごいね。ちょっと今の危なかったけど、坂道であったとしてもニトロがあるので、うおー、180キロも出せたぞ今、すげー。一気に駆け上っていくことができます。この爽快感たまんないよ。そしてあと少しだね、あと 500m か、お家まで。ここはちょっと気をつけないといけないね。そしていけー、はよー、はよ、はよ、めちゃくちゃ速い。トレバーさんの家が見えてきたぞ。で、どうやらこの近くだね、あと少しか。さあ、到着でーす。この赤い家で合ってる？そうみたいだね、ここだね。ということで、今からバックしまーす、バックしまーす。すごい光ってるね、赤色が、素晴らしい。うおー、めちゃくちゃ喜んでくれたぞ、すごい気に入ったみたいだね、よかったー。ということで、3台目の車やっていきましょう。さあ、ということで3人目は、なんだこの人、なんかダンスを披露してるね。こんにちは。どうされましたか今日は。とにかく最高の車にしてほしいの。お金なら先ほどたんまりいただきました。ということで、うおー、すげー、めちゃくちゃ、なんだこれ、お札の山になってるぞ。まあ、とにかく
最高にしてほしいっていう要望でめっちゃお札がやばい。じゃあ早速マイケルさんやってみたいと思います。さあこちらの車みたいですね。すげえ綺麗な車だね。まあ今回結構お金もらったのでこれは金ピカにするべきだね。行きましょう。ゴールデン仕様の車にしてあげましょう。すごっ、これはレアすぎるぞ。こんなの走ってるとこ見たことがないんだけど。そしてエンジンも素晴らしい。おーい、ジェミー、これはすげえ車だぞ。やばすぎるでしょ。砂漠しまーす。じゃあまずはゴールドにしちゃいますか。おーすげえ、全然わかんない室内だとゴールドになってるのか。でもゴールドにしました。でスポイラーをつけようかな。おお、結構いろいろあるね、スポイラーの種類。どうする？これにしちゃうか。でフロントバンパーもちょっと変えれるのでこれに変えちゃいます。マフラーも変えるぞ。おお、全然印象が変わってくるね。これにしよう。そしてボンネットもこれにしようかな。屋根の部分も変えることができるみたいで変えてみました。ということで最大限やれることはやっちゃいました。結構変わったね。でそしてもちろんニトロも装着してみました。すげー、これでいけるぞ。なんとそしてネオンもつけてみたのでなかなかいいね。これはもう全然変わってるんじゃない？最初から見たら。お客さん、これはどうでしょうか。おお、それなりに喜んでくれてるね。まあ、結構変わったと思うんだけどね。このネオンもかっこいいしね。まあまあちょっと乗ってくださいよ。乗ってからさらに良くなってるところがわかると思います。なんとこちらの車エンジンも変えたし、なんとニートロもつけたのでこれで半端じゃないスピードが出るようになってますよ。ちょっとそしてね、エンジンの方は独自のカスタマイズをしたので普通の魔改造屋さんではありえないスピードが、ね、出るようになったのでそれをまずは堪能してもらいたいと思います。さあ行きましょう。見てください、これありえないでしょ、この加速力やばい。ちょっと待ってくれ、すげえ加速力だ。これニトロ使わずにここまで行っちゃうからね、めちゃくちゃ速い。そしてゴールデンはめっちゃかっこいい。すげえ目立つぞこれ、やばすぎる。速い速い速い加速がやばい。嘘だろ、もう200キロいってる。そしてこっからやっぱ怖いな。ちょっとトンネルの中に入りまーす。いくよー。うわ、320キロだと嘘だろ。うおー、見てくださいこの頑丈な車体、これはやばい普通の魔改造屋さんではありえない改造だと思います。いくよー。まだニトロも使ってない状態だからね、これで。やばいやばいやばい、新幹線超えてます。新幹線抜かした、もう確実に400キロ行くぞ。うわー、あと少しで400キロだったのに、なんてことだ。でも安心してください、ぶつかっても大丈夫です。ご覧ください、ゴールド仕様なので頑丈なんです。そしてニトロー、すっげーやばー、また300キロいったこれはやばい。さあそしてこっから加速。うおー、怖っ、今のめちゃくちゃニアミスだったぞ。ということでお家の方に到着ですね。さあここのお家ですか。さあバックしまーす、バックしまーす。さあバックもやばいな、めっちゃ速いわ。うー、到着ー。ということでこちらのお客さんはどうしたんだどうしたんだ。お、なんだ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 それは。おおこちらのお客さん殴ってくるかと思いきやめちゃくちゃグッドポーズ、すごい素晴らしいって言ってますね。まあ普通の魔改造じゃありえないんでね。ということでまあとにかく喜んでもらえてよかったです。ということで今回は久しぶりにマイケルが登場しました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。